指導を終えた今の気も感想を教えてください。やっぱりシポービッチ体制になって、まあ、皆さんその選手も含めスタッフもちょっとやっぱまだ硬い部分があるのかなって感じはしますね。福井さんもじゃあちょっと、そうですね、まだちょっと自分の持ってるもの出せてない自分としてもチームとしても新しくなったってことで、まあ、やることも大きく変わりますし、周りのメディアの方もやっぱ変わるにつれて、まあ、注目もあると思うんで、その中で、まあ、チームとしていいものが作れればいいかなと考えてます。ポポビッチさんの印象はいかがですか？いや、まあ、とてももうファミリー感が強くて、仲間を大事に、そしてサポーターの方も一緒に含めた中での J1 昇格っていうものをもう確実に、まあ、言葉にしないでも伝わってくるので、そういう部分で一緒に僕も歴史を作って発展につなげられたらいいかなと思います。背番号発表があって、あ、はい、すごい気になる番号を、はい、そうですね、まあ、皆さん多分気になってるかもしれないですけど、まあ、理由としてはまだ言わないということで、そこは言わないということでいつ頃言うんですか？いつにしましょうかね。まあ聞かれたら言うってことで、スタジアムに足を運んでくださいぜひみんなに背番号の理由を言いますので、ぜひここまで、あ、違うかツイッターにリプライ来ちゃいます、大丈夫ですか？じゃあ、はい、そのちょっと理由も含めて、はい、新加入、はい、特に同じポジションに2人入ってきたっていうのはいかがですか？そうですね、いや、もうみんなご存知の通り、秋元さんは J1 でも試合も出てますし、経験のあるキーパーですし、まあ、去年も増田さんとやって、高原さんとその前もやってますけど、僕の隣にはいつも経験あるキーパーがいらっしゃるので、学べるものは全て学んで自分の成長に、そして、まあ、リク君は世代ベストワン代表も若い時入っているので、もちろん経験もある選手ですし、落ち着きもありますので、まあ、僕のない部分っていうのをしっかり学べさせてもらって、謙虚な感じで行っていきたいと思います。昨シーズン終わって、はい、まあ、新たな気持ちで今シーズン臨まれていると思うんですけども、はい、まあ、そういったそのなんか気持ちの変遷というか、昨シーズン踏まえて今シーズンっていう考えをどんな思っていますか？やっぱり昨シーズンは、まあ、その前の年と比べたら試合の数も少なくなっちゃったんですけど、でもチームとして自分が何ができるかっていうことをしっかり考えた上で、そのサッカーって部分ももちろんなんですけど、まあ、人として成長できたので、それを今年ピッチで、まあ、チャンスがあれば生かしていきたいと思います。個人の目標、チームの目標を教えていただけたらな、はい、まあ、個人としては、まあ、試合に出ることが一番で、あと怪我をしないことを掲げています。チームとしては、まあ、ポポさんも言葉にはそんな しないって言ってましたけど、やっぱ J1 昇格っていうものがあるので、大きな目標がそれに向かってやっていきたいと思います。サポーター関連で2つ追加させてください、はい、今日すごく人数が多かったように思えたんですけども、その今日の初練習のサポーターの期待っていうのはどのように受け止めますか？いや、まあ、もうメディアさんも言う通りですけど、まあ、あんだけ多分最多って言ってたんですけど、セルビア史上、まあ、その分期待が大きいと思うので、まあ、しっかりボボさんの下で新しい町屋ゼルビアっていうのをサポーターと一緒に築き上げていきたいなと思います。で、一緒に戦ってくれたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。今年も改めてサポーターの方に今シーズンの、はい、一言お願いします。はい、毎年毎年応援してくれていて、まあ、去年はとても苦しいシーズンになりましたけど、まあ、今年は多分というか、もう絶対みんなで J1 昇格目指して頑張っていけたらいいと思います。その上ではやっぱりサポーターの力が絶対必要だと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。ちょっと硬いですかねいいえ、お願いします。いやいや、もうそういう初めなんでね、今年ちょっと硬くなっちゃったんですけど、ちょいちょい、あ、福井航輝はいつもゆるくやってるんで、ぜひいじってください。さよなら。